the second memorial of that dreaded day has passed. But the pain of that unforgettable day has never faded away. All these days, we were longing for the place where we can come near Harma and bring flowers and just feel his presence as near as can be. In time for this year's anniversary, Amuse announced that Harma's ashes were buried in Tsukiji Honwanchi Temple. Somehow, a place was decided. But I know it's not only me feeling the void instead of being grateful. How can I be grateful? Of all places, why in a temple? Is it the place Harma deserves to be laid? Too many questions again come rushing in mind. Was it really Harma's mother's choice? But why choose a place where the fans cannot come near Harma, cannot bring flowers, and bring of some Harma's favorite stuff? Is it really so much of annoyance if Harma's fans will come and be with Harma? If they would worry about cleanliness and maintenance of the place, more than certain, we may take turns in keeping Harma's grave for however long it takes. Dear Okasang, dear Amuse, why bury Harma's ashes in a place where we cannot cry near Harma? There is not even a gravestone for us to behold Harma's name. Why? ビデオ、あ、聞いたけど、この、このテレビですか?そうそうそう、なんか名前が、例えば7月の方の、今月、7月にいなくなってる方の名前が流れてる、のビデオ、流れてるのが、あ、聞いたけど、これじゃない? これ、これでこのモニターで。そうですね。何かは流れてます。16時ちょっとわかんないですけど。16時?9?9時ちょっと前ぐらいですね。うん。あ、僕、1日中だけでもじゃなかったね。1日中ではないですね。うん。で、16時前からね。16時前ぐらいに、そうですね。保険さんにお伝えしてるんで。わかりました。ありがとう。すいません。
回行くからで、ここで、終わりに行く。ちょっと、なかなか、この、関係が難しくですね、あっちも、遺族の方と、なんか、事務所の方が、変わって、そういうことを、なんか、発表したりとかっていうのをされてますので、それもですね、ちょっと、確認っていうのが、やっぱ必要だってですね。私たちもですね、一応納骨はされてあるって言うんですけども、その納骨されてますよって言ってる以外のことは何も個人情報だから喋らないでくださいってことは、言われてまして、このご法要を、務めるのもいいのかっていうのもちょっとですね、法要をしてるっていうのも、それもちょっと私の判断ではしていいものかっていうのもありますので、お聞きするっていうことしかできないですね。勝手にこう廃棄法要をしてるってしていいものかっていうのもありますのでですね、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、すいません、ちょっと申し訳ないです、はい、ありがとうございます。でも残ってることは残ってる、うん、納骨は何らかの形形式でしてますって、うん、何かと残ってるね、それだけ考えたかったんですね、うん、あ、そうですね、だって本当か、はい、新書の言ってることを本当か本当じゃないか分かんないから名前書いてないし、私たちどこに行こばいい、あ、一応メディアとか事務所で報道されているのが事実であって、はい、でもこのどこどこに納骨されてますとかっていうのは個人情報だから、うん、お話はやめてくださいということは言われてますということです、うん、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、とんでもない、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。方だけの名前が出るんですね、ビデオ。あ、そうなんですよ。それで載せないでくださいって、言われればですね、載せませんので。あ、そうですよね。でも確実にこう事務所の方、うん、メディアで言われてることは間違いはないので、うん、はい。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。